2018-2019 日本カーブザイヤー、なんとボルボさん2連勝 XC40 でございました。社長ですが、まずは感想を。そうですね、はい、昨年いただいておりましたので、はい、新しいコンセプトデザインという意味では比較の中で一番の自信は実はあったんですけども、取れるかどうか分からないなというふうに思っておりました。五分五分で思っておりましたけども、本当に取れて2年連続でありがたいことだと思います。本当ありがとうございます。予想外と言っちゃうし大変失礼なんですけども、なかなかインポートカーが2年連続ってないだろうというふうにみんな下馬評はそうだったんですよ。そうですね、一人一人の選考委員の方も、そういうふうに思われて投票されたんだと思いますけど、60人皆さん集まってこう開けていただくと、一番になれたということで、本当に嬉しく思っております。これずいぶん受注さんというか、まだお待ちになっている方がいらっしゃるんですよね。はいはい、今1900台ぐらいご納車させていただいたんですけど、まだ受注さんが2000ぐらいございまして、これいただいたので、さらに受注のペースが上がると思いますので、本国と掛け合って日本向けに大増産してもらおうというふうに思っております。いや、いろいろ楽しみでございますが、本当に今日はおめでとうございます。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。